回になります。ちょっと時間が許される限りやってみましょう。80代男性の座位です。ジョイントから見ていきますね。かなり極端な U 字変形。正門のところにも唾液が糸を引いていますね。唾液侵入はありそうですね。ジョイントから下咽頭に、テラテラしたね、ちょっと粘稠度の高い唾液がありそう。で、ヨーグルトの嚥下をしまして、側方流路は基本流れていきますが、U 字変形、上の開口部分が狭いので、比較的上部から入りにくいんだけど、それでも少し入っていますね。で、関東のところ、特に亀裂管のところにヨーグルトが、残っているところに注目が必要ですね。U 字変形の場合、亀裂管のところに横から入ってくる、そしてそこに残ってしまうということが、まあまあ見られます。次、前眼ですね。で、見てみると、唾液ですが、繊毛を超えたところまですでに入っている。嚥下反射ジャッキ前にすでに、喉頭侵入してたものが排出されずに、繊毛の向こうにね、流れているということがわかります。嚥下反射ジャッキ中というよりは、あれだと、ゆったりと流れて落ちてるからですね。嚥下反射ジャッキ中だと、収縮圧によって流れているので、もうちょっとね、奥まで、垂れ込むことが多いんだけど、ゆっくりと入っていってる感じですね。で、今度はとろみ水、喉頭侵入はありますね。で、追加演技で今度とろみ水は排出できてますね。なので、多分、仮設体上まで入ってきてると、排出が難しいのかもしれないですね。比較的外側の方に入ったものは、追加演技で排出できている、そういう印象ですね。そうすると、連続で摂取しているときのとろみ水は、誤嚥するのかどうか。先ほどと同じことが繰り返されるのであれば、誤嚥はしにくそうに感じますね。あとは、卑劣管から入ってくるかどうかというところで、とろみ具合が緩くなってくるとね、卑劣管に溜まっているものが、入ってくる可能性があると。そんな話してたら、これどうも左、あ、ごめんなさい、右側の、梨状管から溢れたものが入ってきて、それが重力によってだんだんと誤嚥していってる様子がありますね。なので、嚥下反射ジャッキの、前後のところで、だんだん流れ込んでいって、タイトに溜まったものが溢れて、で、嚥下反射ジャッキの前、あるいは後に誤嚥していたというのが、まあ、後から見えているということですね。そうすると、まあ、流速の問題がありそうですね。この辺で難しいのは、とろみを強くしていくと、下咽頭収縮不全だとか、食道入口下大不全がベースにあるとすると、下咽頭残留量が増えて、で、溢れて誤嚥してしまう。一方で、食道入口下大不全がないと考えると、充足のを早くする必要が特にないんですね。逆に、中咽頭から下咽頭に流入していったものがあっても、反射がなかなか起きない。感覚障害がベースだとすると、充足が早い方が下咽頭が早く満たされてしまって、溢れて誤嚥していくわけだね。なんで、食道入口下大不全がありと考えるか、なしと考えるかで、対応方法が逆向きになるんです。これ、誤嚥したところを見て、まあ、終了して、排出させるわけですけれども、じゃあ、この人にどういう指導をしたらいいのか。ヒントとしては、一番初めにヨーグルトやってたね。ヨーグルトの場合、下咽頭残留っていうヨーグルトっていうのは、かなりね、付着性、粘性が高いんですね。まあ、およそで言うと、とろみ4.5倍ぐらいに相当すると。かなり濃いよね。っていうことは、ヨーグルトが下咽頭に残留しているようであれば、利尿感はどう？そう。少量ありますね。こんなことって。利尿感はね、あ、実サはイレね、なんですうん、利尿感のとか？あ、ころは黒いでしょ。はい、黒ついでまりす。ね、ほとんど残ってないんです
卑劣感には残ってるんだけど、離乗感には残ってない。つまり、食道入口部解体は良さそうなんだよね。ってなると、とろみ水の対応としては、とろみを。できるので、濃くしても大丈夫でそうだす。ね。濃くしていくことで、むしろ流入速度を抑えることができて、簡易筒に流入していって、溢れるというのを抑えることができて、誤嚥を防げる。なので、このケースでは、まあ、ちょっと何倍とろみだか、わかんないけど、今回使ったとろみ水よりも濃いとろみにしていくことで、代償ができる可能性がある。まあ、多分大体3倍のとろみから始めてると思うんだけど、そうすると4倍とかっていうふうにね、していくことで、代償していく可能性、いける可能性が非常に高いということになりますね。次、90代の男性、座位で喉頭侵入がある方ですね。喉頭蓋が比較的扁平で、舌から離れていますね。咽頭にも白色の、まあ、泡沫状の唾液が少し残っています。咽頭にも見られますね。まあ、喉頭蓋がこれだけ立ち上がっていて、側方流量がちょっと狭めだよね。そうすると、まあ、側方流量から流れ出すための、こう、力が相当必要なもんだから、咽頭残留が多いのは、まあ、ある意味当たり前。で、側方流量が狭いので、側方流量からだけ、流れ切らなくって、重力に逆らってても、喉頭蓋の上を越えて流れ打っていこうとするんだよね。そのため少し先ほど喉頭侵入ありましたけれども、今回、むしろ先ほどあった喉頭侵入がウォッシュアウトされてますので、まあ、喉頭上の圧力はそこそこかかってるってことだね。で、喉頭内だけ綺麗で、中咽頭から下咽頭にかけて、ある程度残留物があると。卑劣から卑劣喉頭蓋にかけての能力が高いのかなという印象があります。ただ、まあ、残留しているものも多いので、この後、まあ、嚥下反射邪気がなかなか起きないと、まあ、貯留量を超えて、喉頭侵入してしまう可能性があるかなというところですね。卑劣感のところとかちょっといやらしいよね。なんか舌が動いているので、次の一口、まあ、また来ましたね。嚥下反射邪気。喉頭蓋を超えていきますけれども、喉頭蓋と咽頭口壁が接しているあたりまでしか侵入しないで、その先まではいかない。で、追加嚥下とかすると、ここに侵入しているものがなくなっていくことを考えると、ここから側方に排出されていってる可能性もあるかなというふうに思います。今度は、また水分ですね。何度も水分やってるので、ちょっととろみの程度を変えてるのかな。ちょっとこの画像だけではとろみの程度までわかりませんけれども、おそらくどこまでのとろみの程度が許されるかということを確認中だと思います。まあ、この方でとろみを変更していくとしたら、薄いとろみに変えていくということだと思いますね。これは、全蓋かな？流れ方見るとね、全蓋が咀嚼運動とともに流れてきて、嚥下反射邪気が少し抑制されていますね。咀嚼運動って嚥下反射邪気を抑制するのでね。で、下咽頭まで流入してからの嚥下反射になっています。一応今のところ上から少し、かけらが入っていますけれども、喉頭侵入が、明らかにあるわけではなかったんですが、今その後水分で多分クリアしようとしたんですが、喉頭蓋穀に米粒がたくさんあるために、流入してきた水分がですね、喉頭蓋穀でせき止めることができなくって、米粒と喉頭蓋を共に超えて、嚥下反射邪気前に喉頭侵入していったんですね。ただし、嚥下反射邪気の早期からおそらく声門がしっかり閉じていて、そのため、喉頭侵入はしてるんだけども、誤嚥には至らないという状況になっています。声門周囲までね、嚥下反射邪気前に入ってきてるんだけれども、そこで食い止めることができているっていうのが、大変大事なポイントですね。今度、ヨーグルトかな。
高粘性、高付着性のものになりますけれども、まあ、口頭侵入はおそらくしていないような様子ですね。開口残留は左側でちょっと見えますけれどもね。ちょっと水分の流動性が高いものになると、特に全粒だとか、ヨーグルトとか、咽頭の中でスペースを埋めてしまうようなものを摂取した後に、比較的流動性のあるとろみにすると、嚥下発射弱気前に口頭侵入してるみたいですね。で、そこで止めてはいられるんですが、口頭侵入も繰り返していくと炎症を起こして、で、さらに口頭の機能を下げていってしまいますので、まあ、このケースで口頭侵入がないレベルの食事、とろみの程度ということで、指導することになっていくと思います。もう一例いってみましょう。80代男性、在で、喉頭侵入、そして唾液誤嚥が見られた方ということになります。喉頭蓋は若干 U 字、若干カールで、舌を離れているようです。で、まあ、U 字というか、L 字というか、曲がっているところが真ん中じゃなくてちょっとずれてる、ね。で、咽頭口壁に少しせり出しがあります。ヨーグルトですね。嚥下反射弱気は喉頭蓋骨を少し超えたかなというところで生じています。この方の場合に上から少し超えやすいのは、喉頭蓋の形と咽頭口壁の形がミスマッチなんだよね。咽頭口壁は若干右寄りにせり出しているのに、喉頭蓋は若干左寄りに曲がってるんだよね。それがぶつかった時には、喉頭蓋の曲がってるところっていうのは、塞がれないんだよね。隙間ができちゃう。そのため、この喉頭蓋の上から入りやすい。通常の U 字に比べると、スペース狭くなりそうなんだけども、この方の咽頭口壁の形とのミスマッチが上から越えさせているということがあると思います。で、この方も、まあ、亀裂感のところ、ちょっと残ってますね。微腸管音の残留はそんなに目立たないんですけどね。で、今、ヨーグルトがだんだんと、喉頭侵入していきますが、今は、喉頭蓋と咽頭口壁のせり出しの間に張った膜を吸い込んでますね。やはり上からのルートっていうのが最も厄介そうですね。咽頭口壁のせり出しっていうのは、せり出しそのものだけじゃなくて、喉頭蓋との、形状のマッチングっていうのが結構重要になってます。喉頭蓋の曲がり方と、ちょうど合ってる咽頭口壁のせり出しっていう人もいるんですよ。なんだろうね。喉頭蓋の後からちょっと曲がっていくのがね。そうすると、あんまり上から物入らないので、そんなにリスクが高くないんだよね。ただ、このように隙間ができちゃうと危ない。まあ、この人も上からこれだけ食材、ペースト食の代表としてよ、ヨーグルト使ってますけど、ペースト食でもこうやって喉頭侵入するっていうふうに考えると、まあ、すべての食材で口頭侵入はしてそうなんでね。そうすると、その食材の刺激によって口頭炎を起こしてくる可能性は非常に高くなってしまう。そうすると、再摂取というのはあまりお勧めしたくないですね。80代という年で。できれば即外摂取ですね。まあ、どっち下の側外にするかというのは微妙ですけれども、まあ、咽頭口頭の構造だけから言うと、どっちにしなきゃいけないってものではないだろう。まあ、あえて言えば、右下の方が、喉頭蓋の上を越えて入ってくるのは少なそうではありますけれども、まあ、側外にするんであれば、それほど、左下にしたから、喉頭侵入が多くなるっていうことでもないだろうと思いますので、あとは、本人が自力摂取できるんであれば、まあ、右を上にして、左下にして、自力摂取に、持ち込むっていうのも非常にいいですし、咽頭口壁の形見ると、平らからむしろ真ん中ちょっとせり出してる感じなので、半側外できるんでね。完全側外にしなくっても、後方に少し崩れても、食材の流れっていうのは、右側、左側にしっかり振り分けることができる。右下にすれば右側。左下にすれば左側に振り分けることができるので、多少崩れても大丈夫。
いうことで、まあ、そこからの自由度は比較的高い方、ということになってくると。ちょっと難しい。まあ、だんだん分かってくると思います。では、今日はここ